部屋にこもる何か。俺はこれまでいろんなアルバイトをしてきた。定職にありついたことはない。どうにもずっと同じ場所で働くってのが性に合わなくてね。ちょっと働いたら辞めて、また違う仕事ってのをここ数年やってきた。住む場所もね、カフェが主だった。寝なし草が俺の生き方だ。そんな俺だが、ここ最近は一つの会社に割と長く働いている。それは何でも屋のアルバイトだ。と言っても、俺はいろいろな仕事はしてきたが専門的な知識とかあるわけじゃないから。誰でもできる、例えば人気商品を買うために朝から行列に並ぶとか、散らかった部屋の掃除をするとか、そんなのばかりだ。けど、毎回場所も仕事内容も違うから結構楽しめている。で、今回は何の仕事が来るんだろうって思ったら、今回はすごく簡単な仕事でちょっとした身の回りの世話だって言うんだ。ある人の家に行って、時々、その家の2階に住んでいる人に、物を持って行ったりすればいいだけの仕事って言うんだ。なんだそれって思って詳しいことを聞いてみたら、要はニートの世話をしてほしいって話らしい。その家には何年、いや何十年も自分の部屋に引きこもっているニートがいて、マジで一歩もその部屋から出ないらしい。毎日、親が食事を部屋まで持って行っているんだそうだ。で、これまでは専業主婦だった母親がニートの世話をしていたが、最近亡くなって父親だけになった。父親はそのニートを支えるため働いているため、昼間は世話ができない。それでこっちに仕事が回ってきたらしい。俺は最初断った。だって、部屋から一歩も出てないなんて、風呂とかもろくに入ってないだろうし、下手すやトイレすらちゃんと行ってないんだろ。下手すや小便がたくさん詰まったペットボトルの処理なんかやらされかねない。そんなのはごめんだ。だが、話によるとそんなことはしないでいいらしい。その父親がいない時だけの面倒を見ればいいだけで、大変なことは任されない。ただ食事を持って行ったり買い物に行ってもらえればいい。待機の時間はテレビを見るなりゲームをするなり好きにしていい。時給を聞いてみると、割と良かった。俺は迷ったが、まずは一日やってみることにした。きつかったら、すぐに辞めればいい。次の日、俺は教えてもらった住所の家に向かった。その家はどこにでもあるような住宅街にある一軒家だった。周りの家々と比べて少し古い感じの家のチャイムを鳴らすと、白髪のじいさんが出てきた。この度はありがとうございます。依頼しました〇〇と申します。この人がニートの父親らしい、とても真面目そうな人だった。俺はその人から説明を受けた。長年面倒を見ていたが、妻が亡くなって私一人ではできなくなった。それで手伝いをお願いした。基本的には家の中で待機、待機中は何をしててもいい。お菓子を食べてもゲームをしていても自由。ただ、2階の一番端の部屋から床を叩く音がしたらすぐに向かうこと。部屋前にメモが置いてあるだろうから、その指示に従ってくれればいい。食事の用意か、何か買ってきて欲しいかの2択がほとんどで、大変なことは頼まれない。昼飯と指示されたら、冷蔵庫に毎日弁当を用意しておくから温めて部屋前に置いてほしい。お菓子だったら棚に用意してあるから皿に乗せておいてほしい。たまに何か買ってきてほしいと指示されることもある。その場合はお金を用意してあるから近くのコンビニに行って買ってきてほしい。私は夕方には戻ります。それまでお願いします。聞く限りでは簡単な仕事だ。そろそろ会社に行かなくては。では、よろしくお願いします。それとこれはお願いなのですが、決して姿を見ようとしないでください。では。そう言って、そのじいさんは出かけていった。言われなくても、いい年したニートなんて見たいとは思わない。そういえば、一度もどういった奴が住んでいるのか言わなかったな。男か女かもわからない。まあ、興味ないが。俺は待機中は何をしてもいいってことだったから、
スマホゲームをして過ごしていた。しばらくして、どんどん床を叩く音がした。これが合図か。俺は2階への階段を上がった。2階はなんだか暗い雰囲気だった。窓があって日も差しているのにこの暗さはなんだろう。この奥の部屋にニートがずっと住んでいるのか。部屋前に行くと床に紙が置いてあった。昼飯。まるで子供が書いたかのように汚い文字でそう書いてあった。俺は1階に戻り、冷蔵庫を開けてみると弁当箱が置いてあった。俺はそれをレンジでチンして部屋の前に置いた。昼ご飯用意しました。俺はそう言って1階に降りた。1時間ほどすると、またどんどんと音がした。2階に行くと食べ終わったようで空の弁当箱があった。あちこちに食べ残しがあって、だいぶ汚い状態だった。俺はそれを持って1階に戻り、キッチンシンクに置く。食器を洗うのはあのじいさんがやるって話だ。俺はただ運ぶだけでいい。それからまたしばらくして合図があったので行ってみると。今度はお菓子とジュースとメモにあった。俺は棚からポテトチップスを出し皿に開け、あとはコップとジュースの瓶を用意した。部屋前に置き、お菓子とジュース持ってきましたと言って立ち去る。少ししたら、また合図があったから食器を片付けに行く。その日の仕事はそれだけだった。あとはずっと待機時間。夕方にじいさんが帰ってきて、今日はありがとうございましたとその場で1万円をもらった。かなりボロい仕事だ。俺はこの仕事を続けることにした。じいさんの仕事がある月から金の週5日間、俺はニートの相手という仕事を続けた。やることはほとんどない。昼飯とお菓子を届けて片付ける。それで終わりだ。たまに乾電池とかティッシュとか買ってきてというメモが来る。その時はあらかじめ用意されている金でコンビニ行って買ってきて。例によって部屋前に置くだけ。小学生でもできる仕事だ。これで1日1万なんだから笑いが止まらない。しかし、一体どんなやつなんだろう。もう10回以上いるが、1回も姿どころか声も聞いたことがない。本当にあの部屋から一歩も出てないようなんだ。最初は別にどんな奴がいるかなんて一切興味なかったが、ここまで徹底して会えないとだんだん興味が湧いてくる。今度、こっそり覗いてやろうか。食事を終えて1階に戻るふりをして、こっそり部屋から出てくるのを待てばいい。きっとバレやしない。俺はある日、いつもの通りゲームをして待機していると、どんどんといつもの合図が来た。2階に行くと昼飯と書かれたメモ。俺はいつも通り冷蔵庫の弁当を温め、部屋前に置いた。そして1階に戻ると見せかけて階段の途中で身を伏せて隠れて、ニートのいる部屋を観察することにした。少ししたら扉が開いてご尊顔を拝めるはずだ。5分、10分、15分。結構な時間が経ったが、一向にドアは開かない。なんだ?いつになったら開くんだ?慎重にも程があるだろ。いや、これはまさか、俺が潜んでいることがバレているのか?どうするかだんだんと体が痛くなってきた。別にどうしても見たいわけじゃない。諦めて一階に戻るか。そう思っていたところだった。ギー。きしむ音がしたので見てみると、ドアがゆっくりと開いていた。来た?俺は息を殺し音を立てないようにした。さてさてどんな奴なのだろう。少しして、奥から手が伸びてきた、骨と皮しかないような細い腕だった。最初は随分と痩せてるなとしか思わなかった。だが、すぐに異常に気づいた。腕はどんどんと伸びていく。気づけばそれは人の身長くらいにまで伸びていた。2メートルはあった。カンカン。腕と同じく異様に伸びた指で食器を何度か叩くと、食器をつかみ部屋の中に持っていった。そして、またきしみ音を鳴らして扉が閉まった。俺はしばらく動けなかった。少しして息が苦しくなった。自分がちゃんと呼吸をしていないのに気づいて、意識をして呼吸するようにした。
なんだ今のは？なんだ今のは？わけがわからず叫び出したい衝動が湧き上がってくる。俺はそれを必死に抑えた。とにかく1階のリビングに戻ろう。俺は階段を降りていった。音を立てないように降りたつもりだが、正直自信がない。どうにかリビングに降りると、一気に体から汗が吹き出てきた。なんだあれは？あれは、人間じゃない。あの部屋には人間じゃないものが住み着いている。とにかくここを逃げ出そう、怒られるだろうが知ったことか。俺は荷物を急いでまとめた。すると、どんどん、床が鳴った。もう食い終わったのか。片付けろということだろうが、またあの部屋の前に行く気は。どん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 。また鳴った。催促しているのか2回連続で鳴った。だが、あそこに行くのは嫌だ。どん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 。今度は3回鳴らされた。音も大きくなっている。これはまずい。このままだと部屋から出てくるんじゃないか。仕方ない、取りに行こう。さっと食器を取りに行って、それからずらかろう。俺はまた2階に行った。扉は閉まっていて、食器が置かれている。俺は足早に近づき食器を手に取った。さっさと下に行こう。振り返った瞬間だった。見たな。後ろで声がした。ひどくくぐもった低い声だった。思わず声の下方を見ると、扉が開いていてそこから腕が伸びていた。まるで枝みたいに細い腕が、こちらの方に伸びてきて今にも掴まれそうだった。うわぁ。俺は食器を放り投げ、その場から逃げ出した。リビングに戻りカバンを取り、そのまま家から逃げた。俺はスマホの電源を切って、できるだけ遠くに逃げた。この時ほど寝なし草の寝カフェ生活をしていてよかったと思ったことはない。追ってこられても俺の居場所を特定するのは容易じゃないはずだ。3日間はスマホを切ったままにして、それから電源をつけたが、バイト先からの連絡はなかったようだった。俺はこのままバックれる予定だ、あんなヤバいところ二度と行きたくはない。ただ、どうしても、あれは何だったのか気になった。あの家の付近で何か過去に事件は起きてなかったか調べたが、何も出てこなかった。だが、あのじいさんの名前。本人が名乗っていた名前を調べてみたら、何件かヒットした。20年以上前の事件の記事だった。〇〇容疑者、会社の同僚の女性を刺して逮捕。同僚の女性は死亡。あのじいさんは過去に犯罪を犯していた。しかも、殺人の。〇〇容疑者は同僚の女性を一方的に好きになって付きまとっていた。その女性は実は他の男と結婚を約束していて子供を身ごもっていた。知らなかった〇〇容疑者はそれに腹を立てて彼女を殺してしまった。ということらしい。そして、次の年に懲役20年の判決が出た。20年。つまりあのじいさんは最近出所してきたことになる。いや、しかし、あのじいさんは長年面倒を見ていると言った。妻が亡くなってそれができなくなったと。しかし、この記事が本当なら、子供どころか奥さんだっていないのではないか？これはどういうことだ、あの男の妄想？しかし、なら部屋にいたあの化け物は何だ？あれは、俺は再度20年以上前の事件の記事を見てみた。殺した女は妊娠していた。あのじいさんにとっては自分の子供が欲しかったことだろう。だが、できなかった。しかし、あのじいさんは長年面倒を見ているという。なら、あの化け物は。いや、やめよう。俺の中でいろいろと繋がり始めたが、やめた。世の中にはわからない方がいいこともある。完成させない方がいいパズルもあるんだ。俺は買っておいたビールを一気に飲み込み、浮かんできた真相を酔いの海に沈めた。女性の霊がリアルすぎて本当に怖かった話。
都内在住の40代独身男性です。この話は実際に私が体験した怖い体験談です。よろしければ最後まで聞いてください。この出来事が起きたのは2018年10月上旬のことでした。私は仕事を終えていつものように電車に乗り自宅近くの最寄り駅で降り、自宅までの道を歩いていました。時間は午後8時くらいで辺りはすでに真っ暗です。途中にあるコンビニで晩酌用に軽い食べ物を買おうと立ち寄りました。品物を選んでいるとすっと一人の女性が私の真横に来ました。私は商品を取りたいのかと思い自身の食べたい商品を手に取りレジへと向かいました。会計が終わり店から出ると先ほどの女性がなぜか表に立っていました。私はあれ?と不思議に感じながらも大して気には留めず自宅に向かいました。すると自宅近くに差し掛かると電柱の下に一人の女性がぼーっと立っていました。私はその瞬間全身に鳥肌が立ちました。なぜなら先ほどコンビニにいた女性だったからです。その女性は髪の毛は肩下付近まである黒髪で服装は白いワンピースでした。10月にはふさわしくない服装だなと感じながらもどこか不気味だなと思い、早歩きで自宅に向かいました。自宅に帰宅して早速晩酌を始めるとすっかり先ほどの女性のことを忘れて、テレビを見ながらリラックスして晩酌を楽しんでいました。しかしです。突然ピンポーン、と自宅のインターホンが鳴りました。時間は午後の20時30分頃です。こんな時間に誰だろ?と思いすぐに出ました。しかしどちら様ですか?と玄関前でドア越しに尋ねても返答はなく。私は覗き穴から見ました。しかしドアの向こうには人の姿はなく。ドアを開けて確認もしましたが人はいませんでした。私は今時ピンポンダッシュかよ、と心の中で叫び部屋に戻りました。すると、いきなりトイレの水がジャー、と流れる音がしました。私は何?と思いトイレのドアを開けました。しかしトイレには当たり前ですが誰もおらず。私は何なの?と不思議に感じるとともに不気味な気持ちになりました。しかしです。部屋に戻るとなんと一人の女性がベランダの窓の前に立っていました。私はうわぁ、と叫び驚き腰を抜かしてしまいました。なぜなら先ほどコンビニで見た女性だったからです。私はなんとか外に出ることができてすぐに110番をし警察に来てもらいました。警察官が到着すると私は事情を話し自宅を案内しました。カチャッとドアを開けると女性は先ほどと変わらず、ベランダの前から外を眺めて立っていました。警察官が声をかけても微動だにしません。警察官は部屋に入り女性の元に行くと、すみません、どちら様ですか?と声をかけました。しかし女性はピクリともしません。警察官は困った感じで女性の肩に手をポンと当てようとしたところなんと、警察官の手が女性をすり抜けてしまいました。警察官も私もこの人人間ではないということがその瞬間にわかり、全員真っ青になりながら一度部屋から出ました。私はどうしたらいいのかと尋ねると警察官は、お寺の住職か霊能者みたいな方に頼んできてもらうしかないかもと言いました。結局私はこの日自宅には怖くて帰れず、駅近くのビジネスホテルに宿泊しましたが、翌日会社に朝一番で連絡をし、事情を話して会社を休み、付近にあるお寺の住職に依頼し、自宅に来てもらいお払いをしていただきました。しかし女性の霊は何が目的だったのかまでは住職にもわかりませんでした。ですが住職の話によると、おそらくこの付近に何かしらの念を持っている霊で、あなた私のことを頼ってついてきてしまったのでは?という見解でした。現在はやはりそんな経験をしてしまったということで怖くて住み続けられず、違うところに引っ越しましたが、この経験以後その女性の霊は私の前に現れていません。以上になりますが、今までの人生の中で本当に一番怖い体験でした。
そして霊というのはこんなにまではっきりとリアルな状態で見えるのだな。と初めてわかりました。以上です。